こんにちは、ナムです。パワープロプリやっていきます。今回はチームランク激増、本赤サバ赤ともにチーム紹介させていただきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、いろんな動画でチーム紹介します詐欺みたいになっていたので、今回やっていこうかなというところと、僕もチームランクが PC5 まで上がりました。で、今のスタメンこんな感じですね。全員 P 以上にはなりまして、 P1 以上かで、まあ、P6 が今のところ作れている中では一番いってる感じですね。で、これは確かちーちゃんが失敗してるやつでもそれぐらいいくので、いや、強いなっていうところと、75ですね、各集客が、これぐらいいくと P6 になるみたいです。で、特能の数はだいたい15、16段。まあ、それぐらいの数、そんなにこう、特能積まなくてもっていうところで、やっぱり、各集客のね、もらえる査定が大きいので、まあ、極力こっちに振って余ったポイントはお得取るみたいな感じでいいんじゃないのかなっていうふうに思います。で、デッキの方は多分ほぼすべてこれでやってると思います。僕がチーム紹介してる中でこんなに一つのデッキに寄っているっていうのはすごく珍しくて、まあ、動画内でこう作っている選手でスタメン並べていたりするんですけど、それくらい今のこのアンゴちゃんデッキがまあすごくぴったり合ってるなって感じです。これは動画で作った前在のデッキですね。で、前在と、あとはアンコちゃんどっちが強いんですかって質問結構いただくんですけど、まあおそらくアンコちゃんの方が作れる数は多いのかなっていうところですね。前在はハマったらめちゃくちゃ強いですけど、まあなかなか得意練習率アップとかもないので、その辺がね、走塁と打撃に寄ってきてくれる回数次第っていう感じになるのかなっていうところです。これは、セカンドですね。いや、意外といろんなデッキ使ってましたね。セカンドで友沢と、あと寺道を使ってる時ですね。まだ、彼が入ってきてない時ですね。石沢くんがね。作ってたんだな、P1 とか。で、こっちはドモン切りですね。まあ、やっぱドモン切り強いなっていうふうには思いますね。石沢くん入ってきて、こう、入れなくはなりましたけど、やっぱりその、イベント仮装するんだったら野球マスクより僕は使いたいなって感じはしています。で、ここは前在のデッキで、こっちに関しては、袴じゃないや。ワールドクラスの友沢のデッキで。いや、意外と結構いろんなデッキ使ってますね。意外と使ってたわ。はい。まあ、このデッキがメインにはなってきているので、まあ、更新をかけたいとか、やっぱり自分のスタメン更新行きたいなって、まあ、同じことか。行きたいなって時は、まあ、このデッキを使ってるって感じになってます。で、ピッチャーの方はしばらくやってないですね。ただ、まあ、メインはこのデッキになるのかなっていうふうに思ってます。モルモト、アーサー、オクタビア、そして、ミッキー・ハッチに、佐々木さんに知らせと。いうのが、まあ、現状一番いい形になるのかなっていうふうに思ってます。で、ピッチャーに関しては、やっぱり PQ、PFQ か、ぐらいは作っておいて、伸ばしていかないと、チームなんかはね、これ以上、伸びてこなくなってきてるんで、まあ、その辺は、やらないといけないなっていうのと、中継ぎもね、全然こう PF4 とかなので、まあ、この辺をいじっていく必要があるのかなっていうふうに思ってます。これとか、スバルとか入ってますね。結構本当に昔に作ったキャラだなっていう感じはしますね。これは、菊戸アイライリー。で、こっちに関しては、沢村入りとかね。結構本当にピッチャーの方はまだまだ手つかず状態なので、これは野球マスクですね。なので、まだまだ、こう伸ばしていける余地はあるのかなっていうのは、まあ野手よりは投手かなっていう感じはしますね。結構野手の方は本当にビタビタにはまらないとなかなか P6 とかは作れないので、僕もあと一人ぐらいだったら作れたかなって感じはするんですけど、そのサクセス自体が攻めたら崩壊したんで、なんか本当に攻めすぎなければ PE3 とか4ぐらいは結構作れるようにはなってきてるのかなっていうところと、攻めた上でやっぱ P6 とか P7 とか、まあ作れていく形になるので、まあ本当にこう、まあいろんな高校をやりながら、まあ今日の朝もエビルでやりましたけど、まあやりながら、その合間でセンス出たらちょっとガチって、まあそれを動画化しようかななんていう風に思ってます。まあ他はね、こんな感じになっていて、まあセカンドとかはさっき友沢入りやってましたけど、まあ友沢袴入りでちょっと伸ばしたいかなとか、まあいろんなこう構成はあるので、まあここはまた、皆さんにサクセスでお届けしていきたいかなというふうに思います。では、サバカの方に画面を切り替えますので、少しお待ちいただければいいかなというふうに思います。はい、ということで、サバカの方に画面を切り替えてまいりました。そしてですね、サバカなんとですね、PD9 ランクまで、
チームランクが伸びました。まあ、野手全員変わった形なので、スタメンがね。なので、もう激増どこの話じゃないですね。多分、PD2 とか、前やった時、2か1ぐらいだったと思うので、もう本当に6ランク、7ランク、一気に伸びた感じですね。で、サバカの方は、もう、組めるデッキが、これか、もしくは、佐伯のところを、プライベート縦橋しかないので、まあ、本当に、この方しかデッキないんじゃないかなというところですね。で、結構、やっぱり無課金でも、なんとかね、こう、どうにかこうにか P 作れるので、しどりみとか入ってますね、これ。確か動画化しましたね、これも確か。まだ、石田くんが入ってきてない時に出したかなっていうことですね。で、あとは、もう本当に、全部これだと思いますね。しどりみ入りをやっているか、ないしは、まあ、この形。野球マスク入りですね。で、しどりみ入りを、こう、野球マスクの代わりに、まあ、50なんでしてたんですけど、やっぱりその査定的なところ、金徳の成功失敗判定もあるのと、やっぱ査定が金徳2個分もらえるんで、まあ、全然違うなっていうのが、まあ、作ってて感じたところなので、多分しどりみ入りはもうやらないんじゃないかなっていうふうに思ってます。便所がもう、一人でね、足りる形になってきているので、石田くん。なんでまあ、これは結構いろんな方で、しどりみ入れてるんですけど、まあ、しどりは多分もう、お役御免になるのかな、なんていうふうに思ってます。で、全体的には、まあ、この選手が一番わかりやすいと思うんですけど、だいたい50、60ぐらいの各集客に、50、15、まあ、16段ぐらいですね。の、特能という感じになってます。あとは、こっちは新アンダーが、他と違って新アンダー製造機が組めないので、まあ、その辺で査定面的には、まあ、劣るのかなっていうところと、あとは最近もね、恐怖の丸男なんで、あんまりね、査定は高くないという感じになっています。まあ、ただ、ちーちゃんのガチャは引いてないので、まあ、それは入れられないというか、やっぱりその PSR で本領発揮できるようなキャラは、あんまりこう、使いにくかったりはするので、まあ、そもそもガチャが引けないんでね。なので、その辺は難しいかなっていうふうに思ってます。あと、コメント欄で、まあ、これ、こっちのアカウントですね。まあ、課金してるんじゃないですかっていうコメントがね、また、降ってきたので、まあ、こう、補足説明をさせていただくんですけど、全然してないですと。まあ、ここで見るのが一番早いかな。所持パワーストーンで、まあ、無課金なんで、無償571と。で、無償パワーストーンから消費されますよっていうところなので、まあ、毎回これ見せてもいいですし、まあ、購入履歴をね、ガーッと、まあ、見せていたんですけど、まあ、これで全然量足りるのかなっていうふうに思ってます。あとは、まあ、せっかく、この画面に来たので、バーッと先に受け取りをさせていただいてっていうのは後でやればいいか。後でやりますね。で、チームの方に戻るんですけど、まあ、野手はそんな感じになっていますって話と、投手の方は、まあ、今のところは、PF4 先発ですね。このスバル入りの方を、まあ、主に使っていたりします。スバル、モルモト、アーサー、シラセ、サナ、オクタビアと。で、サナちゃんに関しては、まあ、最近は入れても入れなくてもいいみたいな形になってるので、まあ、入れてないデッキとかも試し始めてはいるとは思うんですけど、まあ、今のところは、やっぱりその自分のデッキパワーが高くて、かつタック力が高まるような形、もしくは査定を高められるような形、を取ってるんじゃないのかなと思ってるんですけど、全部これですね。多分もう、組めるデッキがこれ以上なかったんでしょうね。結構、花丸は、砂漠の方はほぼ、もう本当にやってないので、まあ、こんな感じ、全部これですね。全部この方で、あとはフレンドワーク、その、オクタビアとかの方がいいのか、まあ、アーサーとかを入れた方がいいのか、なんていうことで入れ替わり立ち替わりやってるっていう感じですね。で、ハートのオクタビアは、一応その石は余ってるんで引けるんですけど、まあ今のところは、そこまでこう、取りに行かなくてもいいんじゃないのかなというふうには思ってます。で、今、その闘争学園が野手の環境になっていて、まあ次どっか強化来るとか、次どっか高校来るとかっていうことであれば、まあ、おそらく、投手の強化にはなるかなっていうふうに思っているので、まあ投手はその時にやればいいのかなっていうところで、今は野手集中っていうところですね。で、野手集中でもう少しは伸ばせると思っていて、まあ、野手だけで PC 乗せられるかどうかはわかんないですけど、結構ね、PC ランクまで行ったらね、無課金の方は、まあ相当頑張っているというか、まあ十分すぎるんじゃないかなっていうところなので、そこは頑張っていきたいかなっていうふうに思ってます。で、ハイスコアも3万5000とか一応出せるには出せるみたいなんで、
なので、まあ、PE もね、きっと狙っていけるんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、あそこでチームランクを伸ばしていって、こっちの方もね、しっかりと、皆さんのお手本になれるようにね、頑張っていけたらいいかなっていうふうに思います。で、まあ、本当に、フォアカの方はもうちょっと伸ばさなきゃなんですけど、無課金の方はま、これぐらいで十分かなっていうところで、あとはま、年末に向けてね、新しいキャラとか、新しい高校、もしくは強化高校、来るかわかんないですけど、まあ、その辺を追いかけながら、フォアカの方は目指せ、PC。8とか9とか。で、こっちの方は PC ランクを目指してまた頑張っていければいいかなっていうふうに思ってます。今回の動画は以上となります。ぜひ皆様のチャンネル登録、高評価、コメントで応援いただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。